皆様どうもこんにちは、プロ野球2021年がついに開幕ということで、日ハムの開幕戦をまとめていこうかなと思います。はい、まず開幕スタメンがこちらになっております。は2番に、レフトで松本さんが入ってますね。で今日の DH は近藤さんで、ジェームスは7番を打ってますね。では次に試合のスコアの方見ていきましょうか。はい、こちらがスコアになります。2対8で日ハムの負けということで、開幕戦落としてしまいました。少し試合の流れを説明しますと、まず、1回裏上沢さん、辰巳さんですかね、レフトスタンドに初球打ち込まれましたね。で、最速で最短で、1点を取られてしまいました。そして続く2回も、1点取られ、そこからは粘りのピッチングをしていましたが、5回裏に、6番鈴木大地に、走者一掃となるタイムリーツーベースを食らい、さらに2アウト3塁からもレフトへ、松本剛の前に落ちる当たりのヒットを打たれ、6対0となってしまいます。そして6回裏には2アウト2、3塁で西川さんがまさかのタイムリーエラーをしてしまいましたね。浅村さんも1個フライ落としてましたが、風とかの影響もあるんでしょうか。そしてそのプレーにより8対0になってしまいます。日ハムの反撃は8回表ですね。太田大志のゲッツー崩れと杉谷の押し出しのフォアボールで2点を追加しましたが、2点止まりになりまして2対8で負けたという感じになります。はい、続いて、今日の投手成績を見ていきますか。上沢さんは、4.2 回を投げて被安打が9、ファーボール4つの三振4、失点が6となって負け投手になってしまいましたね。それ以降に投げた福田、鈴木は、どちらもナイスリリーフだったんじゃないでしょうか。福田の、失点にも、西川のエラーなので気にすることはないのかなと思います。はい、こちら打撃成績になります。松本、近藤、野村、清水、中島にヒットが出てますね。松本に関しましては3回のチャンスで見事1本出ましたね、ライト前に。で中島も頑張って走ったんですが、あれは惜しかったですね。ライトの方も良かった、あれは仕方ないですね。そして清水も、エンドランの時に、レフトに、ツーベースを放ってますね。この長打はかなり良かったんじゃないでしょうか。そして明日は西川、中田、渡辺、太田って、この1本出てない主力に、早く1本出るといいですね、ヒットが。そしてあと最後言えるのが、8回 の、 フィーバータイムというんでしょうか、もう満塁になりまくって押し出しとかになってた時、あれで宇佐美とかがつないで上位でガーっていったら、ちょっとこの試合分かんないぞってちょっとなりかけたんですけど、あれ惜しかったですね。はい、まあ開幕戦まとめをまとめますとね、まあまだ0勝1敗ですので、まあまだまだこれから行くよ、って感じですね。はい、そして最後、明日の先発を紹介しますと、日ハムサイドは、加藤さんですね。で楽天サイドが田中のマー君が全治3週間程度のちょっと怪我をしちゃったんで、その代わりで、高田さんが投げるそうです。まあとりあえず、1勝1敗に持ってきたいっていう感じですよね。とりあえず早く勝ち星を拾いたいところです。明日は勝ちましょう。それではさようなら。